こんにちは、りょうです。今回も前回に引き続きステップワゴンのパーツ交換をやってみたいと思います。今回はエンジンの中にあるエアフィルターの交換をやってみたいと思います。それがこちら。前回と同様に楽天で購入しました。送料込みで1320円。これも多分一番最安値かなと思います。でフィルター、まあ、分からない人のために簡単に説明すると、マスクです。人がつけるマスク、きれいな空気を取り入れる、まあ、それだけの話ですね。で、まあ、これもエアコンフィルター同様に、まあ、定期的に交換、まあ、大体数年に一度とか言われてますけど、本当その車のオーナーさんの乗り方によってたり、乗る場所、環境によっても違うので、それは様々かなと思います。早い人で、まあ、1年の人もいれば、10年交換してないという人もいらっしゃいますので、そこは個人それぞれ、まあ、好みによってもいいかなと思います。ちなみに私はだいたい3年に1回ぐらい交換しています。それではやってみましょうか。そいぎー、行ってみるか。それではまずエンジンフード、ボンネットフードを開けるところからスタートです。場所は運転席の足元、こちらになります。このマークです。ボンネットが開いている状態、これを手前に引っ張ります。ガチャンと音がしたので外に確認しに行くと、ボンネットがこんな状態で開いています。はい、次にガチャンと開いたらここに手を入れて、ステップワゴンの場合はこれを左から右に、左から右に、車種によっては右から左の場合もあるので、だいたいどちらかに動きます。どちらかに動いた状態、押した状態でボンネットを上に開けます。こんな感じです。はい、開きました。開いたら支える棒、もしくはダンパーがついている場合は支える棒をしなくてもいいですが、ステップワゴンの場合は支える棒が必要なのでこちらの棒をガチャンと手前に引っ張って引っこ抜いて、そしてこれ矢印がついている穴に差し込みます。はい、こんな感じです。はい、そしてエアコンじゃないや、エアフィルターの場所、こちらになります。これですね。まず一つ目がこれ、この爪を下にカチャンと解除できました。でもう一個がこっち、横にカチャンと、この2つだけみたいです。だいたい手の届く範囲で作られているのでこれだけかなと。で上に上げてみます。はい、動きました。完全に外れることはありませんが蓋が開く状態になってます。でフィルターが見えました。このフィルターを引っ張って取ります。はい、取れました。はい、それでは
新旧比較をやってみましょう。ちなみに今手に持ってるのが新品です。裏表あります。なんか突起物がありますね。こんな感じで、で取り外した方、こんな感じで、ゴミがあったりちょっと黒くなったりしてます。こんな感じで違います。新品、取り外したもの、こんな感じです。で、おそらくこっちがこう吸う側かな、吸ってゴミを、止めると、で吐く方。新品で、こっちもこんな感じでちょっと汚れてる感じですね。見た感じとしてはまだ使えるのかなというぐらいの感じですけど、そんな隙間にゴミがね、エアコンフィルターみたいに入ってるわけでもないので、ホコリとかが入ってるわけ、使えるように見えますが、この目に見えないゴミっていうのが実はね、中に入っていたりするんで、こういう場合はケチらずに新品に交換することをおすすめします。ちゃんと両方ともこういうこの突起物ついてますね。はい、それでは新品を取り付けていきます。はい、取り付ける前に、購入したものはこういうふうにちゃんとエアコンフィルター同様に上のマークがついてました。で、この、この出てる部分、これが車体側のこの部分、ここに当たるようになってるので、この購入したものはこの上のマークを奥側にして、この向きで取り付けます。よし、取り付け完了です。最後は手で触って蓋が外れないか確認してください。で、最後はボンネットを閉めます。この閉め方ですね、閉め方は上にちょっとだけやって、この棒を引いてカチンと、で、ある程度のとこまで下ろしたら、この辺ぐらいで手を離します。もし閉まらなかった場合は少し高めから手を離してください。基本的には下に下ろして手で押して閉めるっていうのは、やめた方がいいと思います。このボンネットがへこんだりする場合があるので気をつけてください。はい、エアフィルター交換完了しました。どうでしたか？簡単だったでしょう。感想としてはエアコンのフィルター交換よりも簡単すぎました。爪を2つだけ外せばもう取り外せるっていう、本当簡単でした。ボンネットを開ける作業とかが、まあ、慣れていれば別にそんな難しいものでは
ないし、慣れてる人だったら本当1分以内でできるんじゃないかなと思います。皆さんも、気になったらやってみてください。それではまたお会いしましょう。りょうでした。バイバーイ。